はい、こんにちは、ビッグボーイですが、久しぶりにモダンオフェアリマスターのプロップハントっていうモードをね、いつの間にか増えてたからちょっとやってみようかと思うんだけど、このモードはね、どんなモードなのかというと、こちらは物体側か。はい。これは別にふざけてるわけじゃなくてね、プレイヤー、こっち側のプレイヤーがみんなオブジェと化してるんだけど、ちょっとこれでかすぎるな。こんな風にね、オブジェと化したね、あ、これいいな、ゴミ袋。こっち側のチーム、ただのオブジェと化して、で、もう片っぽのチームは、普通に武器を持ってるプレイヤーなので、隠れる。だってシンプル。隠れて、で、そうそう。普通に撃たれるんで、残り3分15秒をなんとかバレないように、もう同化してね。ただ口笛をね、こういう風にね、敵がね、全くわからないってなるのはちょっときついんで、こういう風に、まあ、とにかく隠れる。でもしも見つかってしまった時のためにフラッシュが1回だけ焚くことができて、あ、ちょっと待って、おう、私はゴミ箱。また早々に壊された。で、このモードね、生き残ってもね、生き残ってもっていうかね、大したポイントもね、入んないモードなんで、本当に完全にネタモード。あとはもう口笛を頼りに、そのオブジェとかしてる敵を見つけるっきゃないっていうのが、このモード。口笛吹いた。オブジェクトが口笛を吹くっていうのもちょっとあれだけどね。仲間はね、あと3つ。仲間って呼んでいいものなのか。ここはね、もうマップを把握するのと、あとはそのなんとかいいオブジェクトに変身して、なるべく物と同化するみたいな。ちょっとさっきのは物が少なかったから、あそこにゴミ袋として、ゴミ袋として、おー、ゴミ袋ゴミ袋いた。そうそう、口笛があるからね、完全にオブジェクト側が有利ってわけでもないんだけど、めっちゃ動き早いな。あれ、あー、さあ残りオブジェクトは2つ。あー、フラッシュ焚かれてるね。オブジェクトね、移動速度がめちゃめちゃ速いからね、フラッシュ焚けば、まあある程度すぐ逃げれたり、まあ、錯視な動きをして、かいくぐることもできるんだけど、それでも3分近く耐えないといけないからね、結構きついよな。そう、探してる探してる。ね、こういう風に疑心暗鬼になってね、どんな物体でも、これ敵なんじゃねって思って、撃ち始めるんだよ、みんな。で、これをね、長々と3ラウンド選手になるまでやっていくぞ。まだバレてないな。ん？あ、仲間視点見れるのかこれ。お、おお。あ、私はダンボールと、これは、これは気づきにくいな。なんだこれ。え、フライパンか、フライパンでは鍋かこれ。ダンボール、ダンボール最強だな。全然気づいてない。最後の口笛まで、あと、口笛したけど、全然気づいてる様子がないな、段ボールに。お、このまま耐えるか。耐えた。で、再度交代して、今度はこっちがプレイヤーとなる。弾がね、自動回復して P90 全員で、向こうが、物体側が隠れるまでの時間の猶予が30秒。はい、スタート。なんか今一瞬横切ったような、気のせい。お、待って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 、
よっしゃラッキーダンボールがいた。あ、口笛した。あ、味方もうまくやってるね。違うか。もうこんな風にね、口笛吹いてくんないと手探りで探していくわけだけど、だいぶテンポよく、あと3つか。口笛まで3秒。この辺口笛しないな。結構大きめの、ん？違う。ここさっき自分がいたところだ。口笛をくれ。あ、遠いな。普通にね、弾をばらまいてても時々ヒットすることはなくもないんだけど。あ、やった仲間。あと2つか。なかなか見つかんないんだけど。あと1個か。全然口笛聞こえないけど。この辺じゃないのかな。何してんだろう一体あ、口笛のくの字もないや。お、勝ったなんだった。あ、そこ、あ、それデカブツオブジェクトでああいうところに隠れるもいいけど、逃げ場がないからな。え、なんだこれ。はあ気になれっつうの。え、逆にこんだけでかかったらバレない気がするな。ちょっとこの辺に固定いいんじゃね。これすっげえいいと思う。さすがにね、こんなでかい物体になりすましてるだなんて敵も思わないだろう。どうなんだろうな、バレるのかな。やべえ、めっちゃ怖え。いや、でも最悪バレたらフラッシュ焚いて別の物体になればいいんだ。ダメだったな、キー。変身。おお、ドラム缶。バレたちょっと待って、ちょっと待って。なんだこれ、なんだこれ。イタチごっこじゃないんだぞ。あー、無理っぽい。これは一体何完全に三人称視点を生かしたイタチごっこなのだよこれは。フラッシュ、あ、フラッシュ炊けた。炊けたから逃げる。やめてダメだ。時間稼ぎにはなったか今の。ってのはバレるか。
って仲間なかなか生き残ってる。ちょっと仲間の様子見てみよう。ん？ああ、ダンボールと椅子椅子に、あ、ドラム缶。あと1分か。お、あーすげえ、どうかしてる。あ、動いてる動いてる。ストレート行っちゃう、これもしかして。これね、引き分けになることが結構多くて、だけど意外や意外にも、まあ、あー倒された。あとどこにいる。お、あー段ボール動いてる。いいぞ、ダンボール生き残れ。なんやかんやでダンボールが強いのか。おお、椅子、椅子危ない。椅子逃げろ。で、これは、ん？おお、すげえ、これドラム缶に化けてんのか。終わった勝った。というとてつもなく地味なモードなんだけど、チーデスとかに疲れたらたまにやってみる程度のモードです。そしたら今回こんなところで、はい、ご視聴ありがとうございました。